鏡のヴィーナス、鏡のヴィーナス、鏡のヴィーナスは、スペイン黄金世紀の巨匠である、スペイン人画家のディエゴ・ベラスケスが描いた絵画。ロンドンナショナルギャラリーの所蔵で、英語圏では、ロークビーのヴィーナスと呼ばれることが多く、諸外国では他にザトイレ・オブ・ヴィーナス、ヴィーナス・ワンドクピド、LA ・ヴィーナス・デル・エスページョウ、LA ・ヴィーナス・デル・エスポホなどと呼ばれている。 1647年から1651年にかけてベラスケスがイタリアに滞在していた時に描かれたものと、いわ、ローマ神話の女神であるヴィーナスが裸体でベッドに横たわり、彼女の息子である愛の神キューピッドが支える鏡に見入っているという構図の絵画である。古代からバロック期に至るまでの数多くの絵画がベラスケスのこの作品に影響を与えたと言われる。 イタリアの画家たちが描いたラタイのヴィーナス。例えば、ジョルジョーネの眠れるヴィーナス、スリーピングヴィーナス、1510年、アルテマイスター絵画肝臓、キツアーノのウルビーノのヴィーナスなどである。ベラスケスはこの絵画に、それまでのヴィーナスの作品でよく描かれた、ベッドやチョイスに横たわるヴィーナス、鏡に映った自分自身を見つめるヴィーナスという二つのポーズを取り入れている。 この作品は以降の様々な絵画表現における出発点となった。それは中央に鏡を配置することにより、鑑賞者に背を向けているヴィーナスの向こう向きの表情まで表現していることなどである。鏡のヴィーナスはベラスケスが描いたラフ画で唯一現存している作品で厳格なカトリック教国であった。 当時のスペインにおいて17世紀に異端神門によって徹底的に弾圧の的となったラフをいたスペイン絵画で残っている非常に数少ないものの一つである。こういった弾圧にもかかわらず外国の画家たちによって描かれたラフ画はスペイン貴族階級の間で熱心に収集されており鏡のビーナスもイングランドのヨークシャーにあるカントリーハウスのロークビーパーク 絵持ち込まれる1813年まではスペイン、旧帝人の家に飾られていた。この絵画は1906年にナショナルアートコレクションファンドによってロンドンナショナルギャラリーのために購入された。1914年には、不人参政権論者のカナダ人、メアリ・リチャードソンによって切り付けられひどく損傷したが、すぐに修復され、ロンドンナショナルギャラリーに元通り展示されている。 鏡のヴィーナスは、ローマ神話の愛と美と法上の女神であるヴィーナスが、しどけない姿で、ベッドにもたれかかっている様子を描いている。古代の芸術作品でも背中を向けたヴィーナスはよく、見られた構図で、文学的性愛を表すモチーフであった。この作品でもヴィーナスは背中を向けており、右膝は、左足の下に隠れている構図となっている。 神話をモチーフにした絵画に通常を描き足されている、バラ、宝石、ミルトスといった装飾物は一切描かれていない。また、それまでに描かれたヴィーナスは、ほとんどがブロンドの髪場が、ベラスケスはこの作品でブルネットの髪のヴィーナスを描いている。彼女の息子であるキューピットが共に描かれていることによって、初めてこの作品の女性がヴィーナスであると理解できるようになっている。 ビーナスはキューピッドによって支えられている鏡を見つめているが、キューピッドにはその象徴である弓矢は描かれていない。この作品が最初に発表された時、おそらくは意図的に論争を巻き起こすためにラフ像として紹介された。この絵のビーナスの表情は鏡に映ったイメージとして描かれているが、その顔の特徴はぼかされ、曖昧にしか表現されていない。 美術評論家のナターシャ・ウォレスは、ビーナスの不明瞭な顔こそがこの絵の本質的な意味を表す鍵かもしれないと考えた。ウォレスは、ビーナスの肖像としての顔や描写に、神話的な意味は、何ない。この絵を見る人それぞれが夢中になる美のイメージが、表されている。ビーナスの顔や描写には、神話的な意味はなく、神話を隠れ見のにした、性愛がと言える。 しかしそれと同時に魅力あふれる、素晴らしく美しい作品であると述べている。この絵には、鏡のフレームにカラみつき、垂らされているピンクのシルクのリボンが描かれている。このリボンが何を表しているのかが、美術師家たちによって議論されてきた。それらの議論の中には、恋人同士を結びつけ、また拘束するキューピッドの力を示したものである。鏡を壁にかけるためのものである。 ビーナスの目隠しに直前まで使われたものである、などといった見解もあった。評論家のフリアンギャラー号は、キューピッドの表情が非常に憂鬱に見えることに着目し、このリボンがビーナスを美の女神の名のもとに拘束するものではないか考え、この絵を美に征服された愛と名付けた。ベッドのシーツはビーナスの体に沿ってシワになり、その滑らかな死体を強調する役割を与えられている。 使用されている色は主にレッド、ホワイト、グレーの濃淡で、これらはビーナスの肌の色としても使われている。このシンプルな色の構成は非常に高く評価されてきたが、最近の研究によれば、グレーのシーツはもともとは深い毛布だったのが、色あせた結果グレーになったとされている。光沢のある明るい色はビーナスの肌に滑らかでクリームのように混ぜ合わされて使われ、 シーツに使われているダークグレーやブラック、壁のブラウンとは対照的に描かれている。鏡のビーナスはベラスケスが描いた作品で現存する唯一のラフ画であるが、その他に3枚のラフ画の存在がスペインに記録として残っている。うち2枚はスペイン王室コレクションの記録で1734年のマドリード王宮の火災デーが消失した可能性が高い。残る1枚は ドミンゴ・ゲルラ・コロネルのコレクションとして記録されている。これらの絵はそれぞれ、もたれかかるヴィーナス、ヴィーナスとアドニス、プシュケとキューピットと名付けられていた。ベラスケスは、ラフガを生涯にわたって描き続けたと考えられているが、そのモデルは同一人物ではないかと推測されている。当時のスペインでは、芸術家が制作のために、男性のヌードモデルを雇う子は認められていたが、 女性のヌードモデルを使うことは問題視されていた。鏡のヴィーナスはベラスケスがローマに滞在していた時に描かれたものであると言われ、美術史屋のアンドレアスプラーターは、ローマでのベラスケスが生身の女性のヌードモデルを使うべきであるという考えるに至るような放らな生活を送ったのは間違いないとしている。この絵はベラスケスのイタリア滞在時の愛人を描いたものではないかと考えられており、 さらにこの女性は、ベラスケスとの子供を産んだとも言われている。プラド美術館所蔵の聖母体アラクネの具は、職女たちなど、他にもこの女性がモデルになっている絵があると考えられている。この絵ではビーナスもキューピッドも制作中に何度も描き直されており、ビーナスの腕の位置が現在とは違って、左肩や頭に描かれていた跡が残っている。赤外線分析ではもともと、 ビーナスの頭部は左寄りで体を起こした構図だったことが明らかにされた。絵の左側のビーナスの左足とキューピッドの足の部分は一見未完成にも見えるが、同じような表現はベラスケスの他の多くの作品にも見られ、おそらく意図的なものである。1965年から1966年にかけてこの絵は戦場修復され、 それまでの評論家たちの主張とは異なり、ごくわずかではあるが後世に他の画家によって過失されていることが判明した。イタリア、特にベネツィア派の画家たちによるラフガやビーナス像はベラスケスに影響を与えている。しかしながら、プラーターによれば、ベラスケスのこの絵は独自の美術様式を確立している。多くの絵画の影響を受けてはいるが、直接に模範にしたような作品は存在しない。 学者が、そんな作品を探そうとしても無駄なことだとしている。この絵が影響を受けている絵画とは、キツヤーノの、ヴィーナスとキューピットと、ライジョー、ヴィーナスとオルガン奏者とキューピット、特に、ウルビーノのヴィーナス、ベッケオの、横たわるラフ、ジョルジョーネの、眠れるヴィーナスなどである。すべて豪奢な売り物にもたれかかった、ヴィーナスの構図で、 屋外を描いたベッケオとジョルジョーネの絵でもこの構図は変わらない。中央に置かれた鏡はイタリアルネサンス最盛期の画家たちからの影響を受けている。ティツヤーのジローラモサボルド、ハンスシーボルトベーハムは当時ローマにあり、ベラスケス自身が王室コレクションのために1650年から1651年にかけてその複製を依頼している。現在ルーブル美術館にある 鏡のヴィーナスと同様にウエストからヒップの曲線が強調され、ボルゲーゼのヘルマプロディートスの彫刻複製もマドリードに送られていた。前例があるとはいえ、このような前例の作品要素を組み合わせ、絵画に再構成したベラスケスの作品は独自のものであると言える。17世紀のスペインではラフガは公式に禁じられていた。ラフガは異端審問書によって没収。 塗りつぶされ、歪説、不道徳な絵を描いたとみなされた画家は破門されるか、罰金あるいは一年間のスペイン追放といった処罰を受けた。しかしながら知識階級、貴族階級層では、芸術の追求は道徳の問題にとらわれるものではないと考えられ、プライベートコレクションには主に神話を題材にした多くのラフ画が存在していた。芸術を愛し、 ベラスケスのパトロンでもあったスペイン王フェリペ4世は、キツヤーノやルーベンスが描いたラフ像を多く所有しており、ベラスケスもフェリペ4世お気に入りの画家として、ラフ画を描くことを問題視する必要はなかった。当時の主要な絵画コレクターは、自身の個室に神話を主題としたラフ画を飾っており、フェリペ4世の場合は、国王陛下が食後にくつろぐ部屋に、 先々代のスペインをフェリペ二世から受け継い、ティチアーノのポエジアや王自らルーベンスに描かせたラフ画があった。鏡のビーナスもスペインにあった当時は、このような部屋に飾られていたのかもしれない。芸術を愛したフェリペ四世の宮廷では、絵画は多くの人々に歓迎され、ラフ画は特定の限られた人々に歓迎された。しかし同時に、ラフガを描かないように画形は、 非常に大きな圧力をかけられ、ラフガに対する当時のスペインの姿勢は、他のヨーロッパ諸国に比べて、独特のものだった。ラフガは、スペイン国内の官邸家、知識階級たちに評価されていたが、怪奇的に見られることが多かった。胸元を見せる低いネックラインの服が、当時の女性の間で着用されていたが、美術視野のザイラベリスは、著名な女性が、 このように胸元をあらわにした姿、礼節具合に描かれることは難しいだろうと述べている。17世紀のスペインにおいて芸術における裸体は、道徳、権力、芸術観などに束縛されていた。このような傾向は、スペイン黄金世紀の文学にも影響しており、スペイン人劇作カロペで、ベガの儀曲である、エルエイクインパデ・フローレアでは、神話を題材にしたミケランジェロが描いた。 ハンダ人物の絵を見て、女性を暴行する貴族が登場する。対照的に当時のフランスでは、胸元があらわで、細いコルセットを身につけた女性の絵画がしばしば描かれた。しかしながら、フランス王室によるラフが描かれたレオナルド・ダ・ヴィンチのウナ、レダと白鳥やミケランジェロの作品破棄、コレッチョの作品に対するラフ画部分の切断など、フランスでも、 ラフ画が,が論争の的になっていたことは明らかである。北欧では巧みに布で肌を隠したラフ像は認められていた。胸が、あらわに描かれた、ルーベンスのミネルバに噴したマリード、メディシス、ミネルはビクトリックス、1622年から1625年、や、バンダイクのビーナスとアドニスに噴したバッキンガム公爵夫妻、ザ・デュック・アンド・ダ・チャス・オブ・バッキンガム・アズ、 ヴィーナスアドニス、1620年などがある。17世紀のスペイン美術では、神話上のシビュラ、妊婦、女神などの描写であっても、女性の体は完全に隠された。1630年代から1640年代には、風俗が、肖像が、歴史画からも胸をあらわにした女性はもちろん、腕を露出した女性すらも全くと言えるほど、 描かれていない。1997年に美術史屋のピーター・チェリーはベラスケスがこう言った当時の風潮を克服しようとして背中を向けたヴィーナスを描いたのではないかと推測している。18世紀半ばになってもアルバ公爵のコレクションに加えられた裸体のヴィーナスを描いたイギリス人が神図か自ら題材に問題があるため壁にかけてはならないとしている。鏡のヴィーナスは ベラスケスの傑作絵画の一つとして長期間所有されてきた。フェリペ四世の近親だったガスパール・メンデス・デガズマン、アーロが所有していた絵画コレクションの1651年6月1日付の目録にこの作品が記録されていることが1951年に判明した。オリバー・アーレス博行尺だったアーロはベラスケスの最初のパトロンの老いで有名な道楽者だった。 美術史屋のドーソンカーは、アーロのことを、女性を愛するのと同じくらいに絵画を愛したそして、称賛する人でさえ、彼が若い頃に、下級階層の女性に示した、同すぎた短暦を嘆いていたと書いている。このような理由で、アーロは絵画を集めるようになったのではないかと思われている。さらに2001年に、美術史屋のアンヘル・アテリドが、鏡のビーナスは、マドリードの画商で、 画家でもあったドミンゴ・ゲイラ・コロネルが最初の所有者で、コロネルが死去する数年前の1652年にアーロに売却されたことを発見した。コロネルがなぜこの絵を所有していたのか多くの謎に包まれている。どうやって、いつ入手したのか、なぜ、コロネルの絵画目録に、ベラスケスの絵画が記録されていないのか、などである。美術評論家のハビエル・ポルトゥスは、 絵画目録にこの絵が記録されていないのはラフを描いた絵だったためではないかと推測し、この種の絵画は人目をはばかるものだとみなされていたため、用心深く陰徳されていたと考えている。このような真事実はこの絵画の正確な来歴の把握を困難にしている。力強い色彩や色調はこの作品がベラスケスの円熟期に描かれたものであろうことを示唆しているが、 それでも正確な制作年代ははっきりしていない。この絵が最初に完成した年代、完成後にベラスケス自身が書き直し、過失した可能性もあるの、最も有力な説は1640年代終わりか1650年、初めである。いずれにせよ、彼がスペインか、あるいは最後にイタリアに滞在していた時期となる。もしこの説が正しいならば、鏡のビーナスは、 ベラスケスが最晩年に到達する画風の過渡期の作品となる。彼の初期における慎重な人物造形と力強い色調のコントラストは後期の傑作ラスメニーナス、女官たちラズマニーナズ1656年プラド美術館像で頂点に達した抑制された精妙な表現へと移行しているのである。鏡のビーナスはアーロから第10代 アルバ公爵フランシスコでアルバレスの妻であり、第七代、カルピオ公爵夫人でもあった彼の娘のカタリーナへ譲られた。1802年に、スペインオーカルロス四世はアルバレスに、王の長身で首相であった、マヌエルデ・ゴドイに、鏡のビーナスを含む、数枚の絵画を売却するように命じた。ゴドイは彼自身が注文したとも言われている小屋の、傑作、裸のマハ、LA、マジャデズヌだ。 ザ・ヌード・マジャ、1797年から1800年、プラド美術館像と、着衣のマハ、LAA、マジョビスティーダ、ザ・クロス・ド・マジャ、1798年から1805年、プラド美術館像と並べて、鏡のヴィーナスを、暖度のそばに飾った。これらのゴヤの作品は、ベラスケスの、鏡のヴィーナスに構成が非常に苦似ているが、ベラスケスと違って、 ゴヤは18世紀スペインの他国に比べて逮捕的であった周知心や嫌悪心といった思想風潮に対する挑発としてこれらのラフ画を描いた。その後、鏡のビーナスは友人で画家のトーマス・ローレンス卿の助言を受けたジョン・モリットによって500ポンドで購入され1813年にイングランドに持ち込まれた。彼はこの作品をヨークシャーのロークビーパークにあった。 自身のカントリーハウスに飾った。このことからこの作品は、ロークビーのビーナスと呼ばれることもあ。1906年にこの作品は、当時新設されたナショナルアートコレクションファンドが、ロンドンナショナルギャラリーに最初に購入した絵画となった。イギリス王エドワード7世はこの作品を非常に気に入り、購入資金として、匿名で8000ポンドを寄付し、その後このファンドのパトロンとなった。 ベラスケスは19世紀半ばまで後世に評価されず、絵画表現上の追随者も、作品が模倣されることもほとんどなかった。近年まで、鏡のヴィーナスの視覚的、構成的革新性は、他のが形によって発展させられることはなく、それはこの作品が俗悪なものであるという偏見も大きく影響していた。1857年にマンチェスターで開催された、 マンチェスター美術名宝博覧会で、ベラスケスの名前が25枚の絵画によって紹介され、鏡のビーナスの存在が知られることになる。この博覧会までベラスケスの絵画は、プライベートコレクションにひっそりと眠っているだけで、この作品が他の芸術家たちによって模倣される子はなかった。1890年と1901年に、後にモリットからこの作品を購入したアグニューラによって、 ロンドンの王立芸術院に展示された。その後、鏡のビーナスは1906年にナショナルギャラリーに収蔵されると人目につく場所に展示され、模写された絵画を通して広く知られるようになった。この絵を目にした画家たちの作品にその影響が現れるまでには長い時間を必要としたのである。この作品はモデルとの性的な関係をも想起させるような 親密な瞬間を切り取ったもので、それまでの古代芸術やベネツィア派が形が描いてきた、ビーナスの寝姿の表現とは、劇的なまでにかけ離れていた。しかしながら、それまで女神を題材とした絵画では当然のように、描き加えられていた宝石や装飾品を一切使わずに、ベラスケスが描いた、このシンプルなラフ画は、後世のアングル、真似、ボードリーといった、 ラフ画を描いた画家たちによって研究され、模写されることとなる。それまでも多くの画家が同じように寝そべっている、裸のヴィーナスの絵を描いてきにもかかわらず、裸のヴィーナスが寝そべり、さらに背中を向けているというベラスケスの構成は非常に斬新なものだったのである。マネは全裸の女性を題材とした作品、オランピア、オリンピア、1863年。 オルセイ美術館像で鏡のヴィーナスのポーズを反転させて展開の女神ではなく本物の女性のラフ画として置き換えてみせた。1863年にオランピアが最初に紹介された時にパリの美術界は大きな衝撃を受けた。鏡のヴィーナスが鑑賞者を鏡を通して視線を向けていたのと同様にオランピアは鑑賞者を直接見つめていたのである。 1914年3月10日に過激婦人参政権論者であるカナダ人女性メアリー・リチャードソンがナショナルギャラリーに立ち入り持っていた肉切り包丁で鏡のビーナスに切りつけた。以前から婦人参政権論者たちがナショナルギャラリーを襲撃する可能性があることは警告されており、その前日に仲間の婦人参政権論者であった エメリン・パンクハーストが逮捕されたことにする報復として、リチャードソンがこの事件を起こしたと考えられた。リチャードソンは描かれているビーナスの肩から腰にかけて七か所の傷をつけたが、ナショナルギャラリーの主任修復家だったヘルムート・ルーマンによってほぼ元通りに修復することに成功した。リチャードソンには、美術品損壊に対する刑罰としては最高刑の金庫六ヶ月が言い渡された。 その直後に彼女は、婦人参政権論者の集団である、婦人社会政治連合をにあてて、私は、神話で最も美しい、女性を描いた絵を攻撃した。それは現代で最も美しい人間である、エメリン・パンク・ハースト夫人を、イギリス政府が攻撃していることへの抗議であるという、声明を出した。リチャードソンは1五十二年にもインタビューに応じ、ナショナルギャラリーを訪れた人々が、 あの絵をいつまでも眺めているのが我慢できなかったと語っている。フェミニスト作家であるリンダ・ニードはあの事件は女性の裸体に対するフェミニストたち特有のものの味方の象徴となった。その意味であのような信念、行動がフェミニズムというものに対する一般的なイメージとして広く認知されるようになってしまったと考察している。当時のこの事件に関する報道から この頃の鏡のビーナスが純粋に芸術として成熟した風潮の中で干渉されていたわけではないのは明らかである。当時の記者たちは殺人という言葉を使ってこの事件を説明することが多く、リチャードソンは切りメアリーと呼ばれた絵に描かれた女性像に対する表現ではなく生身の女性に怪我を負わせたかのような表現を用いた。高級紙のロンドンタイムズでさえ 鏡のヴィーナスの来歴に関する不正確な記事の中、絵画のヴィーナスの切られた跡を首の残酷な傷跡と記述し、それは肩や背中の切られた箇所の記述についても同様であった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。